日本代表 MF 三笘薫が所属するイングランドプレミアリーグのブライトンのエクアドル代表 MF モイセスカイセド21が A 氏テレグラフのインタビューで1月の移籍騒動について初めて口を開いた。中盤の要として活躍するカイセドは1月にアーセナルからの7000万ポンド約117億円など複数のビッグクラブから正式オファーがあった。本人はアーセナルへの移籍を望んだが、クラブ側はオファーのあったクラブに断りを入れ、本人は残留した。カイセドは、これからもたくさんのチャンスがある。だからこそ、自分は物事をうまくやり続けることができる。ただ、あの時は大変だった。たくさんの人がインスタグラムで僕をバカにするとか、ひどい扱いを受けた。いろいろ見ると傷つくから、SNS はチェックしなかった、と振り返った。移籍を望んだにもかかわらず、出戻り、となったことについて、みんな私を歓迎してくれた。まるで家に戻ったような気分で、とても嬉しかった。だから彼らの力になりたいという気持ちでトレーニングを再開したんだ、と語った。またロベルト・デゼルビ監督から、かけられた言葉も明かした。監督は、冷静になれ、このクラブが最後のクラブになることはないだろう、と言い、もっとチャンスがあるんだから、今やっていることを続けろ、将来は残ることを後悔しないように、と言われた。先月には2027年6月末までの契約延長が発表されたが、今夏もビッグクラブのターゲットであることに変わりない。ブライトンでいいシーズンを送りたい。シーズンをうまく終えて、本当にいいプレーをして、それから来シーズンがどうなるかを考えたい。本人は今夏に移籍する選択肢を消していないのだろうか？